ことによって、これは酸化させる薬なんですね、酸化剤です。使う用途としてはパーマの2剤定着だったりも使えるんですけど、こういう風に使うとブリーチの作用をストップさせて、さらにキトサンで保護してくれるトリートメント効果がございますので、このストップさせたい部分を塗ります。で、あと毛先もですね、ちょっとこの顔周りのこの辺が結構ダメージしやすいので、結構ブリーチでダメージしやすいので、この辺とかを、オニヤンマをつけてあげることによって、多少ね進むんですけど、多少ストップしてあげて